めっちゃ天気いいな。今日はね、何もお腹入れてないんで戸越銀座商店街に行きたいんだけども、あれなんかもう想定じゃここからなんだけど、あれ真ん中に来てたわ。おでんコロッケっていうのがなんか戸越銀座の一番名物らしくて、それだけはまあとりあえず食べたい。あとはもうぶっつけ本番、聞かれたものはとりあえず全部食べる。こんな感じでやっていこうかなって思います。もう行っちゃうよ。普通に住宅街って感じだ。ここと、おう、どこ？これ流れてんの？弾いてるわけじゃなくて、谷中銀座に行った時に候補の中で、まあ、戸越銀座、このツートップだったのね、東京の商店街みたいな、まあ、1位から攻めていこうってことで谷中に行ったんだけど、ここもね長いんだっけか。なんかいいよ、メンチカツとかあるよ、うなぎ芋だって。これ最後だな、飯が食いたい。始まりは全然まだってこと。やっぱメンチカツとかいっぱいあるんだね。商店街行ったら一回はメンチカツ食べたくなんない？だからその需要分かりきってんだ。おでん。おでんコロッケもうないですか？ここだけです。そうですよね。あー残念。いや遅く、いやいやすみません。二番人気って何ですか？温泉チーズとかメンチ。あ、書いてある、ごめんなさい。2時くらいにもう完売しちゃうんだね。いただきます。うまっ、うまっ。あ、九州沖縄産黒毛和牛だって。通りでね、通りで美味しいと思ってたよ。はんぺんチーズってどうなってんの？いただきます。うん、もちもちだ。チーズが中に入ってる。これソースかけなくても素朴な味で楽しめるかもしれないね。早速負けたんだけど、もう目当てがないんだけど。前調べが、あ、なんかやってる。焼きしょうこ、いただきます。おそらく醤油とお酢だろう。小浜中華街のやつが美味しいからな。うん、うまっ、うまっ、うん、これって小籠包をひっくり返して焼いてるってこと？ひっくり返して、すげえね。焼き小籠包はここをこうチュッてつまんで、ジュッて汁を飲んで火傷しないようにしてから食べるっていう。ヒルナンデスでやってた。うん、うん、こうなるからって言ってた。うん、もうでも今3個食べたから結構満たされたね。1個目何食べたっけ？メンチか。3時までは車が通るってさっきおばあちゃんが言ってた。もうそろそろ甘いのが来てもいけるな。なんとか芋のなんとかモンブランが美味しそうだったな。あ、なんか甘そうなのあるよ。美味しそう。このあん入りみたらしっていうのがテレビで話題って書いてありました。ヒント合ってますか？いただきます。うん、あんこ入ってる、うまっ。これはもう瞬殺だね。しょっぱいの食べたくなっちゃった。トンタン、あ、テイクアウトもあるよ。肉巻きおにぎり串の取り扱いを終了しましたなんて。肉巻きおにぎり串っていうのがあったんだ。ラージーパイだ。ここにしかないものが食べたいんだけどな。焼き小籠包食べちゃったから。ラージーパイね、またなんか台湾みたいになっちゃうから。台湾の食べ放題が安いんだよな。焼肉食べたいんだよね。なんか今日本当は焼肉食べたかったんだけど、食べ歩きするからなと思って焼肉は食べれないかなと思って。あ、ミニオンがいる。まらうまいと。3分くらい待ったらチンしてくれる。角煮とチーズが入ってるらしい。あっちに。ついこれ割りたいね。心の準備がいるね、これね。お、
なんか出てきたぞ。お、お、見て見て。わお。でっけえ角煮出てきた。やばいねこれ。食べちゃうんだからね。いただきます。うまっ。チーズ入ってんの忘れてた。角煮めっちゃホロホロしてる。これうまいじゃん。てかパンめっちゃ柔らかい。うまっ。見て、結構お腹いっぱいなんだけど、お腹いっぱいなんだけど、まだまだバルバルと続いてるね。しかもあっちの方が人多くない？そろそろもう甘いの行きたいんだよな。3時のおやつで道路またいでもっとおぼし銀座なんだ。え、あれ何？サシャ、サシャのケーキがあるぞ。あ、コージーコーナーね。コージーコーナーまた今度来よう。コージーコーナー芳醇いちごって絶対うまいじゃん。なあ、ミルクレープだってやん。それはうまいわ。カレーパン専門店だって。キーマカレーメンチカツ、どういうこと？カレー味のメンチカツがパンの中に入ってるってこと？カレーパンの中にメンチカツが入ってるってこと？メンチカツ、はんぺんチーズ。団子の前になんか食べたな。団子の前に食べたらなんだ？あれ何食べたっけ？あ、小籠包か。小籠包だね。角煮まん食べたから、もう5品食べてる。そろそろデザート行っていいっしょ。居酒屋とかもいっぱいあるね。あ、戸越銀座駅ここか。おしゃじゃん。短い。2両。木造だ。駅自体が短いわ。鎌倉とか思い出すな。そっちの方面の。嗅ぎたい。めっちゃいい匂いしそう。最初のあのソフトクリームに打ち勝てるものがあるかどうかって話だよね。うわ、焼き鳥とかもう絶対序盤にあったら食べてたな。裏路地がめちゃくちゃ気になるんだけど、ちょっと行ってみます。住宅街だ。こういう路地がいいんだよね。久々にこんなに歩いてる気がする。最近家にいることが多いから気持ちいいね。ピスタチオパンケーキ。おしゃんだな。何これ、かわいい。かわいいこいつ。シェーやってない？めっちゃシェーやってない？この人はシェーをやる許可持ってるの？バッチリ。戸越銀座のこれがキャラクター。突然いたからびっくりしたよ。いきなりシェーやってくからさ。この常に流れてる音楽がまたゆったりしていいんだよな。夜自分家でかけてる音楽と大体一緒だもんね、選曲が。あ、たい焼き本舗。たい焼きか。おまんじゅう系ですね。いや、ちょっときついかな。プリンとかアイスとかが食べたいんだけど、もう終わっちゃった。もしかしてここがラストだった？ぽいな。じゃあソフトクリームだ。一番最初のソフトクリームだ。だって今からたい焼き。いい匂いしてんだけどさ。たい焼きか。俺ボヘミアがちょっと、ボヘミアすぎて行きたくなっちゃうよね。ボヘミア、あれでしょ。ボヘミアの川よ、モルダウってやつさ。ボヘミアを流れてる、モルダウっていう川が。知ってる？結構歩いて遡ることになるけど、見落としがでもあるかもしれないからね。そろそろ甘いのって思ってたからさ、飲みたくなってきちゃった。あ、もうでもだいぶ序盤。最初のおでんコロッケの店に着きました。え、売ってたりしないの？え、ある。あるよ。買うしかないな、これ。え、今日諦めてたのに。めっちゃおでんの匂いする。なんで？え、なんで？お腹いっぱいだけどね。だいぶね。え、やった。かわいい。いただきます。ん？うん。大根入ってる。そういうことなんだ。おでんの大根が入ってるの。めっちゃじゃがいもホクホク。ああ、優しい。
ちそうさまでした。よかった、往復して。ありがとう。こいつは名前なんて言うんだろう。ところどころにさ、ほら、いるんだよね。ね、あそこにもね。トコシちゃんかな？トコシくんかな？え、あれかな？あそこだっけか？詐欺には騙されないでって言ってる。だから絶対に言わないでね。絶対に言わないでね。お願いだから。はい、ありましょう。痛みがわずっと前に、ワンちゃんが多い。また癒される。最後はうなぎ芋ストアさん。うなぎ芋モンブランソフトとうなもっちと、うなぎ芋のスイートポテトとお抹茶ホット。このうなもっち食べようかな。スライムじゃん。リトルグリーンマンみたいな。おお、いただきます。あんなに、うん、うまっ。豆乳クリームとうなぎ芋のクリームらしい。めちゃくちゃ美味しい、うん、いただきます。おお、うま。芋うめ。え、なんかしかもちょっとしょっぱい感じがする。アイスうま。なにこれ、なにこれ。芋うんぬんの前にね、このアイスがめちゃくちゃうまい。お抹茶で。なんだか生き返る感じがしますね。静岡県浜松市のうなぎ芋を使ったんだって。普段捨ててしまううなぎの骨や頭などを肥料にし栽培したさつまいものことです。うなぎの骨とかってそんな取れるんだね。うまいこと細いのを取ってんだ。この流行りのソフトクリーム食べれたのが嬉しいね。よく見ない？これインスタで。もうねお腹いっぱいなんでこれにて帰ろうかと思うんだけども、なぜ食べ歩きはね、都内はたくさんあるから。食べ歩きスポットがまたどっか商店街どこだっけな。次、あ、違う違う、それに行きたいの。その武蔵小山に行ってみたいのね。武蔵小山の商店街。てかよかった、おでんコロッケ。また会おうね。概要欄とかも見てください。 SNS とかもいっぱい見てください。たくさんいっぱい。じゃあね。